どうも、カラケンでございます。いよいよ8月に入り、もうすぐね、お盆の季節にも差し掛かってくるということで、もうすぐね、例年であればよさこいの本場、高知県高知市で行われておりますよさこい祭りがある季節になってきましたね。しかし、以前の動画でもお伝えしました通り、このよさこい祭りもご多分に漏れず、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年の開催は中止が決まっています。そんな感じでね、よさこい会も他の様々なお祭り関係と同様、前途多難な今年1年となっているわけなんですが、そんな中ね、絆国際チームカナダよさこい連楓さんの代表を務めていらっしゃいます田中恵美子さんという方を筆頭にしまして、様々なよさこいの振付師の方々によりますよさこい8というプロジェクトが今年の4月に始動しました。そしてそのよさこい8さんの活動の中で、最近になって新しい総動員曲プレゼンテッドバイよさこい8平和 for you and me が新しく制作されました。ちなみにね、これに合わせましてよさこい8さんのテーマソング月咲く夜にという曲も同時に制作されたようですね。この総動員曲の平和と月咲く夜にはいずれもプラチナリズムさんというバンドの皆さんが制作に携わっていらっしゃいます。平和はね、私もよさこい8さんの YouTube 配信を見ていまして、その中でね、結構流れるんで聞くんですけど、これがね、とっても明るくって親しみやすくてすごくいい曲だなっていう風に思っています。そしてね、つい先日なんですけれども、その平和と月咲く夜にの完成版が公開されていまして、いや、それがね、さらにかっこいい仕上がりになっていました。もうね、平和の総取りの振りも公開されてはいるんですが、なかなかね、忙しくて私はまだ振りを覚えていません。なんですけどね、これもまた近いうちに振りを覚えて、またこの私のチャンネルとかで踊ってみたとかの動画を出せたらいいなっていう風に思っています。ちなみにこの2曲はガイドラインを自読した上でダウンロードフォームにてメールアドレスなど記入すれば、どなたでもダウンロードすることが可能ということだそうです。なのでね、この平和と月咲く夜にの動画の URL を動画下の概要説明欄に掲載しておきますので、ご興味のある方はぜひこちらからお聞きいただければなという風に思います。そしてね、この後話す情報が個人的にはよさこい8さんの情報の中で一番楽しみだなっていうふうに思っている情報です。例年のよさこい祭り本祭予定日であります8月10日11日の各20時夜8時からは、そのよさこい8さんの YouTube チャンネルにて生配信が行われます。この生配信のテーマ、その名もね、みんなで歌おう踊ろうよさこい8の平和でパーティーというものだそうです。これね、一体どんな風にしてオンラインでよさこい祭りを楽しめるのかなっていうふうに思っていたんですけど、これがどうやらね、Zoom を使って皆さんで参加できるってことだそうです。この企画はね、非常に楽しみだなっていうふうに思っているんで、もちろん私も参加しようかなっていうふうに思っております。よさこい8の皆さんはね、この本来よさこい祭りの日程だった期間中は地元高知のローカル番組ですとか様々なところにご出演されるみたいで、なかなかお忙しいみたいですね。そんなね、現在よさこい界の最前線を走っていらっしゃいますよさこい8さんの YouTube チャンネルと Twitter アカウントの URL も、平和と月咲く夜にの動画の URL と合わせまして、動画下の概要説明欄に記載しておきますので、よろしければぜひそちらをご覧くださいませ。そんな感じでね、よさこい祭りの現地開催はもちろん行われませんが、よさこいの熱はね、冷めるところを知りません。もはやね、よさこいがある夏こそ日本の夏っていうのはね、それちょっと言い過ぎかもしれませんけど、まあそのくらいの気概を持ってこれからも楽しんでいこうかなと思っています。そんな感じで今回はよさこい8さんの活動と、そのよさこい8さんによりますよさこい祭り本祭当日の配信などにつきまして話させていただきました。ちょっとね、珍しくよさこい関連の動画を立て続け出したところで、そろそろね、私も踊りたいなっていうふうに思ってきたんで、今回はね、ちょっと趣向を変えまして、最後はね、私の動画で初めてとなります成長よさこいを踊ってみたの動画で締めちゃおうかなっていうふうに思います。ちなみにね、私は自称総踊り大好きぜっていうふうに言ってるんですけども、あくまでね、総踊りが大好きなだけであって、踊りのスキル自体は全く高くありませんので、そこら辺に関してはご容赦くださいませ。とまあそんな感じでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして聞いてくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。カラケンでした。じゃあ踊ってきまーす。
よさこい、